キンプリ、5人最後の日にブログで感謝と思い綴る、平野の仕様、またね。ティアラ、ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今日22日をもって5人体制での活動を終了する人気グループキング、リンチェプリンスブログを更新更新。ヒルニキシユータ、27、 午後9時50分には神宮寺優太25と長瀬恋24、そして午後10時50分に平野市要26、高橋海人、米印高イコール橋ご高24がアップし、それぞれがティアラ、ファンの総称への感謝とメンバーへの思いを綴った。平野、神宮寺は今日をもって事務所も退場、騎士は9月30日での退場を発表した。 明日23日のデビュー記念日より長瀬と高橋の二人でグループの活動を継続していく。一番最初に更新したのはリーダーの騎士。僕は引き続き9月30日までジャニーズ事務所に所属させていただきますと報告すると、共にそれまで自分のできることを全力でやり遂げるので皆さん見ていてください。などと力強く語った。高橋と共にグループに残る長瀬は、 これからも、シ章とレとアマとキさんとジンのことを変わらず愛してくれると大変嬉しいです。とし、このメンバーで駆け抜けた5年間は幸せでした。この先もみんなで幸せになりますよ。と、ティアラに誓った。長瀬と同時に更新した神宮寺は、約13年間支えてくれた皆様。本当にありがとうございました。 僕の人生の中で皆様がくれた笑顔や感性は宝物です。心の中に大切にしまっておきます。と胸中を明かし寂しいですが永遠のお別れではないと思うのでさよならは言わないよ。じゃあまたね。と再会を望んだ。 そして午後10時50分に更新した平野は2012年に入所してから今日まで約11年間本当に僕と一緒に少しの時間でも歩んでくれたファンのなんなありがとうございました。とティアラにメッセージ。最後は、じゃあそろそろキング、リンチェプリンスとも別れかなかな。キング、リンチェプリンスバイバイ。またどこかで会えたらいいねまたね。ティアラ。と呼びかけた。 最年少高橋は、数ヶ月たくさんの思いをさせたファンに向け謝罪すると同時に、少しでもみんなの心に寄り添って、手をつないで心の底から笑顔にできるようにアイドルとして生きさせてください。と決意を新たに。そして、ファンのみんなも含めて、キンプリに関わる人の笑顔にあふれる毎日を心から祈っています。笑顔で送り出せそうでよかった。 小騎士くん人伝元気くんキングプリンス愛してるよ。と思いを伝えていた。この日1日をかけ、ファンからの感謝の言葉が数多くつぶやかれている、キンプリ5人ありがとう、や公式 YouTube チャンネル総視聴会数十億回を祝う、祝い,い KP 公式チャンネル10億回がツイッタートレンド上位をジープし続けた。 そんな1日の終わり、5人のブログが揃ったのはデビュー曲、シンデレラガールの歌詞通りにある通り、PM11 時間勤、さよなら言うには全然そうすぎるのに。自分たちの思い、そしてティアラの積別の思いも、9、9、無可のような時間帯での更新となった。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。 圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。